倉松川起点の悲壮松川は、埼玉県沙手市を起点に、埼玉県東部を流れる利根川水系の一級河川である。久喜市は清水区一から流下する、大中落ちわる水路が、沙手駅付近で名称を変えて、起点とする。起点の場所にはそれを示す石標がある。起点直後に中、落ちわる水路と合流、付近では、都市部を流れているが、天神島付近より、 水田地帯となり、北勝鹿郡杉戸町を経て、かすか市に至る。杉戸町南部で、旧倉松落ちと分流、国道16号かすかべのダワイパスを横断した後、富士の牛島駅北東で中川と合流する。流域は中川と大落ち、琴音川によって形成された自然堤防と後輩湿地からなっており、現在に至るまで幾度も、 洪水の被害を受けているため、その対策として、札幌市と北勝市下郡杉戸町の境界付近では、江戸時代後期の和獣を利用した大島神殿、調節地が設けられている。この大島神殿調節地付近の流路は、大島神殿を開発した際に、南側のふめぐる堀として整備された区間である。また、2006年には、かすかべ市内で、 首都圏外郭放水路への通水を開始している。倉松川流域は、起点より終点までかつて、北葛飾郡であった。上流から、倉松川と中川の合流点。ありがとうございます。